皆さんこんにちは、ワンダルグルビジネスです。では今回は、信長の予防対処ファクト、徳川家康編。続きをプレイしていきたいと思います。まあ、いつもの通り最高難易度で進めていて、序盤苦戦をしていたんですが、ここに来て一気に領土を拡大、畿内一円を完全に支配するところまで来ています。ただし、今回序盤から散々に苦しめられた、宿敵、本願寺。これはまだね、健在というところになっています。まずは、総本山、石山御坊ですね。ここには剣女が入っていて、まだ兵の数8000という数ですね。さらに、長芝。ここには岩昌寺昌慶が入っていて、ここも兵力8000。そして、小山御坊なんですが、ここはですね、今、武田軍、総大将勝頼42000が攻め込んでいるという状況です。この状況、情勢を見て、いよいよ、宿敵本願寺打倒。これを今回行っていきたいと思っています。では、早速、その準備を行っていきましょう。これなんですよね。散々苦しめてくる、この一向一揆。これをね、やっぱり排除したいんですよね。ただ、今回から、なんと、徳川家家康ではなくて、その対象が、武田信玄になったようですね。これはなんか思わぬ形で恩恵を得たな。今までこの一向一揆、この先導を散々に受けてしまって、大損害が起きていたわけなんですけども、これをね、対象から外してもらえたというのは大きいかもしれないですね。とはいえ宿敵本願寺、このまま残しておくわけにはいきませんので、討伐戦の準備は進めていきます。はい。ここまで本願寺打倒のための準備を進めていますが、小西行長が新しく仕官したいという申し出出てきていますので、小西行長、彼は召し抱えましょう。ご存知の方多いと思うんですが、関ヶ原合戦の際にはね、小西行長は、まあ、いわゆる三成方西軍に属して家康と戦った相手ではありますが、ここは小西行長召し抱えます。本願寺攻略の、その準備を整えている最中ですが、三好から交渉の申し出が来てますね。これは和睦したいという申し出、一旦受けましょう。三好はあくまでも、機内から排除はしたかったですが、深追いする必要はなく、あくまでも目的は本願寺というところですからね。さて、その本願寺なんですけども、今ですね、武田が小山御坊を取り、今大正寺城を攻めているという状況で、長島から兵をどうやら出すようですね。なので、この後期逃さまいということで、長島城の攻略戦、これをちょっとこのタイミングで行っていきたいと思いますので、その模様をね、まずはプレイしていきたいと思います。ご覧のように長島城から兵1万8000が出陣して、長島城に残っている兵は2600という状況ですね。これは小山御坊で激戦になると思いますので、その間に我々は長島城を取ってしまおうという作戦です。さあ、ここですね。本願寺軍と武田軍、激戦になりますね。兵力1万超え同士の大軍同士の激突です。武田軍が勝利。これで情勢は完全に決まりましたね。長島城に出陣していきます。まずは先制を告く。散々苦しめられましたからね。敵味方、どう分布するか確認していきたいと思います。まず、浅井は敵方に。朝倉も敵方。武田、信長、まあ、その他、6勢力。この中には、細川、筒井、松永、畠山、畠野なんかが味方してくれると
という状況になりますね。しっかりとまずは長島城撃破していきましょう。それにしても武田軍はむちゃくちゃ気前がいいですね。金銭1万、兵糧2万、軍馬鉄砲それぞれ700送ってくれました。では早速出陣していきます。長島城を人の身にしましょう。家康自ら2万で出陣。まあ、ここは野戦にはならなそうなんで、一旦このまま、AI が選んでくれた布陣で出撃して問題ないかなと思います。ライレンが、長島には詰めているようですね。はい。ここは長島城。ライレンが出陣してきています。あんまりちゃんと確認しなかったんですが、戦場が狭いということなので苦戦が予想されそうですね。自ら指揮を取りましょう。ライレンとの決戦。エース、2600同士での戦いか。ちょっと甘く見てたかもしれないな。ちゃんと確認して布陣した方が良かったですね。さらに、門と友が集まっているという話で、兵数が2600から3900まで膨れ上がってるな。大丈夫か？なんか途端に、心配になってきましたね。一旦ちょっとこの戦場を移動して、みんな下がりましょう。鉄砲水や奈落、前入りなんかの罠を張り巡らせたので、そこで戦いたいですね。覚悟は良いか？ゲチよ。さあ、行こうぜ。思ったより苦戦する戦いになりそうです。まあ、第2、第3ということで、この後ね、忠勝や、安政。まあ、そういった、強い武将たちを送り込むこともできるところではもちろんあるんですけども、初戦でやっぱり勝ちたいですからね。命令してくれ。始めるぜ。どうにもちょっと心もとないですよね。ライレン相手に。兵力でこれだけ差が出てしまうと。まあ、これが、やっぱり、長島が強いゆえんなんでしょうね。始めよう。さあ、敵が迫ってきます。敵の居所つかみましたぞ。まずは前火に引っかかってくれていますね。隙を見せたな。さあ、そんな中、鉄砲隊の攻撃が始まってます。鉄砲を打ちかけていこうという状況ですね。足軽隊、前へ。始めるぞ。援軍が見えるまでは、我慢したいという話をしているところで、ライレンが現れました。S500。いやー、ライレンのこの、統率。すごいですよね。攻撃力123、防御力102。こことまともにぶつかるのは、まあ確かにしんどいですよね。やりたい。半蔵の部隊が早速壊滅したか。早いな。ゲチよ。始めるぞ。まあ、ここは、家康もちょっと前に出て、三河魂を使ってしまいたいですね。始めるぞ。ここで、おとり挑発を食らうか。ライレンの周りには、敵の部隊がしっかり守り固めているので、ライレンのところにたどり着くのは、至難の技ですね。家康は少し下げます。ライレンのところに、全部隊で攻撃を仕掛けてどうかっていう、まあそういう情勢になってきましたね。いや、ライレンが強かったな。残念ですよ。打ち漏らしですね。やりたい。前へ。
破れるか。いかん、やりたい、前。ん、ここで鉄砲水が、なんたる強運。鉄砲水でライレン撃破できるかもしれない。ライレンを撃破しましたね。家康、残っているのは本体のみ、その数17人っていうところでしたが、ライレンが鉄砲水に引っかかってくれて撃破できています。これは嬉しいな。まあ、なんてしょぼい戦いをしたんだというのはありますけどね。さあ、残っている兵の数2800しかいませんけども、これこのまま攻め込んで何とか長島城を取りたいですね。はい、長島城ダッシュ成功してます。本当に最後の最後、天下を取った家康らしい強運ぶりを発揮してくれましたね。では一旦兵を整えて、最後石山本願寺総本山、石山御坊攻略戦に向けて準備を進めたいと思います。では石山御坊に攻め込んでいきたいと思います。しっかりと編成も整えていきます。ではご覧のような形で兵4万を整えました。家康自ら5000を、そして家康の護衛かつ決戦兵力として忠勝3000、さらに筒井家から島左近隊6000、さらに細川藤高自ら細川家として兵9000、ご覧のような陣容で兵4万護衛を整えています。これで石山御坊に攻め込みましょう。またね、一向一揆の先導先が残念ながら武田から当家家康に対象が変わってますので、そういう意味でもここで息の根をね止めにかかりましょう。さあ、では石山御坊にたどり着きました。敵は籠城するようですね。最後の戦いが籠城戦になるというのも、ちょっと無駄したはありますが、包囲戦81日で石山御坊を落とせるので、このまま、まあ、おおよそ3ヶ月、包囲を行いましょう。使いの者が来たよ。本願寺から交渉の申し出、10万お金をくれるということですが、まあ、ここはもう拒否ですね。10万もの金を持っているというのがまた、すごいですけどね。さて、本願寺についている浅井なんですけども、浅井がですね、意外と勢力を伸ばしてるんですね。どれくらい勢力を伸ばしてるかというのをちょっとご紹介していきたいと思います。こんな感じですね。北近江から若狭一円まで完全に浅井が支配しているというところなので、まあ、浅井、朝倉の連合軍と考えるとかなり強大になってますね。一方、信長は少し、やっぱり、美濃斎藤家、これの攻略に時間がかかった分勢力の拡大が遅れているというところです。相変わらず武田、北条、上杉、この3カ国はつばぜり合い。さらに、やはりと言ってはなんですけども、四国、長宗我部が大きくなってきています。信長の野望大使はですね、これまでの作品と違って、このあたりがですね、長宗我部が強くなるという点において、今までの作品とちょっと違いますよね。さて、浅井軍が、旗野軍と激突。ちなみに旗野は、我々と同盟関係にありますので、兵を一応送ってあります。これを使って勝ってくれるかどうか、しっかりと、浅井隊を撃破してくれたみたいですね。そうか、浅井はただ兵を二手に分けていたんだな。長政率いる本隊の他に大谷義継が1万2000別動隊率いていたんですね。これは強いな。
ただその山名浅井がちょっと戦いを始めるようですね。これは山名につきましょう。これまた情勢変わりますよね。旗野がどうだい、ここ黒い城で粘ってる間に山名が弓木城を取るなんていうシナリオもちょっと見えてきましたね。さあ最後のバルアラキ一向一揆使ってきましたが、このまま本願寺を追い落とします。せっかく作った施設がね、破壊されていったりとかいいことあんまりないですからね。石山ごぼうを攻略することができました。まあ、後の大阪城が作られるこの石山ごぼうですね。まあ、基本全員登用でいいでしょう。まあ、本願寺、雷連はじめ優秀な武将多いですからね。はい、というところで本願寺攻略完了ということになります。いかがでしたでしょうか。勢力的にはですね、徳川家、まあ、武田、北条、長宗我部、毛利なんかと並んで、まあ、トップレベルの領土拡大成功しています。で、このままね、続けていって、おそらく、制圧できるような、準備、下地、整ったかなと思いますので、今回は目標としていた本願寺の攻略、これをもって、この徳川家康戦は終わりにしたいと思います。信長の野望ね、新作も準備が進んでるということなので、すごく楽しみですよね。では、今回はここまでにさせていただいて、次回また別のゲームをプレイしていきたいと思います。